こんにちは,にちは10月1日日曜日時刻は午前11時を過ぎました坂上ドリーのレコメンドパーソナリティのシンガーソングライター坂上智則とモデルのドリーですこの番組では m c 二人とリスナーの皆様のおすすめレコメンドをお伝えしてまいりますはいこの番組は 84.1MHz FM サルースで生放送中 YouTube ライブでも同時生配信中です FM サルースのホームページトップ画面のところにも表示されていますのでぜひそちらもアクセスしてみてくださいまた、FM サルースはスマホ<ー>スマホのアプリ FM プラプラでもお聞きいただけますなんかちょっとねあの会場の外がすごい気になって <laughs> だ、ね、このサテライトスタジオの外今かなり盛り上がってきてるんですよ。<laughs> <laughs> めちゃくちゃチラチラ入ってくるんですよねでも <laughs> 番組に集中していきましょう <laughs> はい、えー、FM サルースはスマホのアプリ FM プラプラでもお聞きいただけますこの番組ももちろん生配信中ぜひアプリもインストールしてみてくださいねさらに JCBA サイマルラジオでも FM サルースをお聞きいただけるようになっていますインターネット経由でもぜひお聞きくださいはい,はいい。やね、本当盛り上がってますけれども盛り上がってます、ね、ただこのレコメンドも盛り上がっていく理由があるんですよ <laughs> はい、なんそうですね。たって、今日からレコメンド三年目突入です。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、10月にね、この FM サルースで番組を始めまして、2>, うん、2年経ったので、ここから3年目。 はい、はい、チャンも引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いますはい。はい、でね、あの嬉しいメッセージもいただきました。はいえー、坂上ドリ坂上さんドリーさん、番組2周年おめでとうございます。えー、お二人と出会えたのはインディーズの楽曲コーナーに私のオリジナル曲を流していただいたことがきっかけでした。音楽でつながれたこととても嬉しく思います。これからも尊敬する坂上さんドリーさんのことを心より応援しています。厚みと厚みさんからいただきました。ありがとうございます。 嬉しいね本当、ね、最初の方に渥美さんの曲をかけましたよねこのラジオの方で。と、うんまあはいうのね、えー、この番組はまあ楽曲だけじゃなくてやっぱりお便りを中心にやっているわけですので、はい、いろいろございましたこの2年間ね。はい、ということで、はい、今回のお便りテーマお願いします。はい、お便りと言いますねかね 今回はちょっとね、うん、変わった企画ということで、はい、投票をしてみたいと思いました投票、はい、投票何に投票していただいたかと言いますと<う>一番好きな秋の味覚はです、はいろいろとちょっと、ね、選択肢を設けて皆さんにポチッとしていただきましたので後で結果を発表したいと思います、はい、またコメントの方もねあのユーチューブライブなどで募集しておりますのでぜひ皆さんご参加くださいはいそれでは今週のレコメンドスタートです 坂上のの音楽レココメンドーーナーですこのコーナーはメジャーではない自分の力で頑張って活動しているインディーズミュージシャンの楽曲をレコメンドおすすめしていくコーナーになっています本日最初の楽曲は響きバンデットさんのゴースト・オブ・ザ・ローズすいませんゴースト・オブ・はローズ、えー、幽霊のバラ,バラの幽霊からお聴きください お聴きいただいているのは響きバンデットさんのゴーーオブ・ア・ローズです。シンガーソングライターの英国人ボブ・ローガンさんとアメリカ人のジャスティン・ガンビーノさんによるディオで2018年に日本の札幌で出会い音楽活動を始めました現在も日本に在住し東京と福岡を拠点に活動しているといただきました続きましてキャッツ・イン・ザ・ロケットさんのビンビンでギンギンをお聴きください お聴きいただいているのはキャッツインザロケットさんのビンビンでギンンギンででギギす。主に路上を中心に活動するシンガーソングライターでえ結構無茶ししまますといただきました。だき続いてはミーヤさんの「から元気」をお聴きください。 お聞きいただいているのはミーヤさんの「から元気です大阪のシンガーソングライターで張りのあるボーカルのほかにギターベースドラムピアノもこなすマルチプレイヤーで音楽のほかに絵本制作など幅広い活動をしているといただきました今日ご紹介したインディーズミュージシャンの情報は後日当番組の公式ウェブサイトにも掲載させていただきます気になったサウンドがあったらぜひアクセスしてみてくださいね 番組では自分の曲もラジオで放送してほしいと思っているインディーズミュージシャンの楽曲を大募集していますご希望のミュージシャンはヤフーやグーグルで、えー、カタカナで「レコメン」アルファベットで「d ー・オー」で検索いただき当番組の公式ウェブサイトにアクセスしてインディーズミュージシャン楽曲募集のコーナーよりご応募ください。現在本当ににたたくさんのの楽楽曲曲をご応募いただいていだてるのでで放送はは何ヶ月もも先になりますがそれでも楽曲は お待ちしておりますんで、よろしくお願いします。<laughs> 以上、坂上の音楽レコメンドのコーナーでした。 ここからはお便りのコーナーです。皆さん結構ちょっと気にしてる外の方は。うんうん、<laughs> 今ですね、あの信州上田おもてなし武将隊という方の演舞の時間になっております。演舞ね。はい。あのどうやらここの玉プラダというか東急線とうん、うん、信州上田線、上田線の方がゆかりがあるそうで。うんうん、ね、お聞きしたところ結構長いこと毎年イベントなさってると。 ね、いうふうにお聞きしましたよ。だかさっきすごい格好でね、ズンズンいらっしゃって、<laughs> なんか笑顔でいかつい格好してるから。いかつい格好しま本、あ、当ね、あの、武将の笑みと言いますか。ね。はい、あの、貫禄のある笑顔で、こちらに。 ご登場された方がいらっしゃいます。今は演舞中ではありますが、また2回目の13時からですかね。演舞があるそうですので。ぜひ、あのう、ふくらはぎまでお越しください。はい、それでは、お便りのコーナー行きましょうか。はい、今週のお便りのテーマなんですけれども、投票にしました。はい、一番好きな秋の味覚はということで。はい、皆さんにお答えいただきましたけれども。どういう選択肢をね。はい、まず投票の時につけたかっていうと。いも。お。 栗、はい、さんま、んま松茸、松茸その他いるかなみたいな感じで、ねね、あのー、設定を選択肢させていただきました、はい、えこれをね選択肢私が考えたんですけど考えたときに他坂上さん浮かびますかって聞いたらいや他何も浮かばないって言ってましたよねそうでしたっけ <laughs> 何も浮かばないって言ってたよそれでまずは結果からね発表していこうかなと思います、うん、はい、はい いも、栗、さんま、松茸、その他。一番投票が多かったのは。何でしょうかということなんですけれども。わか、うん、りますね。はい。実は。実は。その他でした。その他が一番多かった。今 <laughs> でも栗でもさんまでも松茸でもない人がほとんどだったと。はい、その他でした。はい。そして、その次が。さんまということで。うんうん、はい。ね、回答をね。11名の方してくださいました。ありがとう。ありがとうございます。 それではどういった内容が来たかというのを、ね、お読みしていきたいと思いますはい、えー、若宮大地さんありがとうございます,います若宮さんが選んだのはサンマということでその他にもねキノコっていうのをね書いてくださったんですけどまあまたねいつも通りたくさん書いてくださっていますえサンマに関してはまあ塩焼きとかサンマのお寿司とかいろいろ書いてくださっていますね、はいはで値段高いけどで,でもキノコ安いねって書いてありますねキノコは安いねキノコいただきましょうか <laughs> はい、ありがとうございます <laughs> はい、続きましてねドクターパンダ さんはい、はい、選択肢の答えは、うん、その他,そ,の他そして何かっていうとお米<ー>新米だといただきました、ね、はい、はい、もうね芋だの栗だのさんまだの松茸だのもう大事なものが抜け,ま抜けてますよともうクレーム入りました <laughs> <laughs> 日本人でしょ日本人の主食は何ですか米でしょ米これぞ秋の味覚の王様です 九月になると米やいや普通にスーパーでも売っていますね新米は炊飯時に水を少なめに入れて炊いてシン,シンプルにえシンプルにそして銀シャリご飯、えー、山菜汁、うん、たくあん焼き茄子かば茶の煮付けで食べたいですね<ー>普段はご飯一膳の私でもおかわりしますこれほど新米はうまいですといただきましたありがとうございます思、はいつかなかった新米確かにご飯って毎 季節に関係なく食べてるから、はい、あんまり秋っていうイメージ持ってなかったけどけどこの新米を楽しみにしてる気持ちは言われたらわかるなるほどね, <laughs> なるほどね奥が深、はいは<い>ありがとうございます続きまして山ちゃんさんから頂きました選択結果はその他ということで何かというとは出始めででですすすがが楽しみですフライが一番好きですかね小さい牡蠣を23個まとめてあげるお店屋さんもたまにあるけどそれもおいしい。 たっぷりのタルタルソースであと牡蠣のバター焼きも最高ですねドリーちゃんごめんなさいってはい、私牡蠣大好きなんですよ大好きなんですけどね体調に合わないのでうん、うん、もう禁止になってしまったんですけどこんなこと書かれたらその禁止を破ってでも食べたくなってしまうぐらい牡蠣は大好きです牡蠣、ね、フライ食べたいな <laughs> はいありがとうございます続きまして夜の夜中にジリひんさんからいただきました回答その他その他かよ私的には秋といえば梨ですかねフルーツの中で一番好きかもしれないといただきました横浜はねやっぱりあの浜梨がありますんで浜梨ってね初めて聞いたんですけど横浜横浜も梨推しですよ梨ふ梨いえいえいえそれ違うね そうだったんですねはい浜梨、ね、あのずっとブランドとしてもう結構有名ですよあ、で秋の季節ですかやっぱり、うん、秋にもやっぱり、ね、僕もいただきましたけどうん、うん、今年も美味しい浜梨ができています皆さんぜひ浜梨チェックしてください、はい、はい。ありがとうございます続きまして青いダルメシアンさんありがとうございますえ選、ー、択結果は栗 ということで、まあそれは栗なんですけど、でも果物もいいですね。梨大好きってやっぱここでも梨来ました。梨来ました。<laughs> 中津川の栗キントンこの時期限定ですねといただきました。ああなるほどね、栗キントンね、栗も美味しいですよ。<laughs> なんで <laughs>、はい続きましてハワミーさんからいただきましたあり,まありがとうございます。回答はね3までいただいてます。うんうん、以前いた会社での話ですが取引先から毎年秋になると福島県の,、えー、お,のお花。 砂浜港で獲得されたあ取,取られた、えー、サンマが箱詰めになって送られてきました迷、はいま、いばかりの銀色の光を放つ新鮮なサンマ、うん、みんなで分け合っていただきました、ね、私の食べ方はフライパンにキッチンペーパーをひいて焼くだけうん、うん、油がのってまさに旬見事なサンマでしたいただきましたね,いいでねあサンマね確かに高くなってるのね最近ね、うん でプリッとしたね大きめのサンマちょっとだいぶみ見,見かけなくなってきたねまあ <laughs>、はい、いろんな食べ方ありますけどねどんな食べ方がいいかな薬以外何かあるんですかカマ焼きとかえもったいなくないですかあのおいしいサンマやっぱ塩でいただいて身の美味しさをいやおいしいですよ <laughs> そうなんですねカマ、はい、焼きは食べたことあったかな はい、ありがとうございます続きましてマプライブやっちさんありがとうございます,まや,っいますやっちさんからいただいたのもさんまということで、えー、消去法でこれだそうです、えー、ご飯に味噌汁これがつけば最高あとはお酒と,、えー、と10月はメモリーマウスということでねありがとうございます今日で2年ですね、はいはい、でこのタマプラザプラテラス13年そしてやっちさんも10月バースデーみたいですねお,すおめでとうございます はい、さんもねしかもそう消去法って言われちゃった <laughs> いや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 皆さん秋の味覚って言うと私あんまり思い浮かばなかったんだけどめちゃくちゃいっぱいありますね言われてみれば勉強になりますありがとうございます続きましてハッシーさんから頂きましたありがとうございます,います回答はねその他で梨だそうです<梨>まあ他のね芋とか栗とかは嫌いではないんですがそんなに進んでは食べないかな最近はカットした梨が売っていたりでも一番は なしチューハイですかね期間限定最高とナシチュハイなんて売ってるんですねナシチューハイ期間限定で出るってことですね<ー>最新情報でございますはい、ありがとうございます続きましてドンちゃんの中の人ありがとうございます選択結果はその他で、えー、何かというとシャインマスカットギリギリ秋だと思っています、うん、8月から10月が旬らしいですねと、はい、いただきました今年はシャインマスカットが、ね、安いのよ 私<う>シャインマスカットに課金しまくってます今課金ね <laughs> 今年のシャインマスカットへの課金はすごいよで去年もは本当に一筆三千円とかすごい高かったのが、はい、今年だって千円以下とかで、ね、ぐらいられてますんでねここぞとばかりにはいいただいてますでもやっぱねあの食べる場所とかを選ばないとねシャインマスカットもやっぱりいろいろあるいろいろありますいろいろありますはいでも今なら ちょっといつもよりも気軽にお試しできるかななんて思ってはい課金しております <laughs> <laughs> 皆さんたくさんのお便りありがとうございました,ました以上お便りのコーナーでした番組へのコメントはまだまだ募集しております ここからはドリーのいいとこドリーのコーナーです。はい、この放送で坂上ドリーのレコメンドを。 FM サルースで放送を開始してから2年がたって、はい、そして3年目に突入となりますと最初言いましたけどね本当にありがとうございます皆さんのおかげでここまでね楽しく放送積み重ねてくることができました本当にありがとうございます、はい、そこでですね今回のドリーのいいとこリーの方なんですけれどもこの2年を振り返ってレコメンドをまあいつも聞いてくださってる方なら分かるはずそしてパーソナリティなら絶対100%分かるはず。<laughs> にみたいな、ね、クイズを出していきたいと思いますはいぜひ皆さんも一緒に考えていただければと思いますすでにうなだれてますね <laughs> 言ってないもんはいそれではね1番目いきたいと思います、はい、FM サルスで放送を始めたのが2021年の10月の3日でございました 1>、はい、第1回のお便りテーマは何だったでしょうかエコバッグ ブブー、れそれね、れうう絶対言うと思ったんですよ。これ引っ掛け問題いや私簡単かなと思ったんですけど、まあでも引っ掛け問題かなとそれはね一番最初にちょっと盛り上がった回ですね。実はですね第1回目のお便りのテーマは元気になる飲み物でした。そっちが先だった。<laughs> はい。あでも覚えてますよだからあのなんだっけ。 自販機でチルアウトを見るたびにあこれ探したなってそう探しまし,た、ね、探しましたね<で>、うん、とあるあの専門の,あのどっかのメーカーの、ねえー、自販機にはあるんですよって聞いて探していった探したんですよ <laughs> 本当にす思い出す思い出してます今もはい、そうなんです。 続きまして第二番、はい、もう一回かな、二千二十年5月の1日にですね。うん、私たちのラジオの師匠である笠木亮介さんと、はじめさんがゲスト出演された際ですね。はいはい、異性のドキッとする服装は洋服、和服っていうことで、回答をね、募りました。<ー>さて、どちらに軍配が上がったでしょうか。えっと、洋服だった気がします。お。そうです。正解は。 洋服、僅差で洋服の勝ちでしたほとんど変わらないねって話したの、の記憶してます。うん、そう、ほとんど変わらなく、最初は洋服が多かったんです。それが、どんどんとね、うん、その笠谷はじめさんの力で。和服が盛り返してきたんだけど。数としては洋服が僅差で勝った。っていう回でございました。はい。一問正解。一問正解ね。丸。<laughs> 続きましてっ、はい、と今年に入ってすぐの放送でですねドリーが今年行ってみたいところを発表いたしましたそして本当に行きましたそれは美術館で開催されていた有名展覧会の、えー、だったんですけれどもうん、うん、さてそのブランドは何だったでしょうかあーちょっと待ってえー、っと <laughs> えーっと,、えー、っとっんー出てこない出てこないえー、っとねあれですよあれあれ。あれ くそう覚えてるのに出てこない出てこない <laughs> はい、えー、はいは行きましょう、うん、残念あのー、私が言ったのはですねクリスチャンディオールそうだディオールだ <laughs> 夢の口利え店でございましたはいちゃんとね宣言したことをやってるよっていうのをちょっとねまたまたいろいろと言っていきたいかなっていうふうに思いますがはい、はい、では次 <laughs> はい 坂上ドリーのレコメンドが日曜日の枠を飛び越えて FM サルースの帯番組に出演させていただきましたうん、うん、それとってもね私たち喜んだんですがはい,、はい、いつだったと思いますかえ夏の後だから <laughs> えあれ夏の後いつだっけ九月え待って今年じゃなくていつだ <laughs> いつでしたっけはい実はですね2023年1月26日ということであれ <laughs> 意外と冬だって私も夏だと思ってたんですけど暑、ね、いところ行ったから、はい、暑いところに行ったわけじゃないです暑いところに行ったのはタマプラザで行われてたお祭りに行って、うん、私たちがラジオのさ収録体験っていうのに行ったんですよそこで一回出てみたいって言ってたんですけどそこからすぐにあの出たわけではなくですねその間経ちましたっけはい、あのー、1月に出演させていただいたということですそうだったはい それでは最後ですね。ちょっと、えー、この間ですね、おすすめのおにぎりや、えー、の具や食べ方を教えてという6月に放送したお便りのテーマがありましたが、はこ、い、ちらで一番人気だった具は何だったでしょうか。何だったでしょうか。なんだっけ。めっちゃくちゃええー、意外っていうのだったんですよ。なんだっけあれだ、昆布。はい。大正解はい。ありがとうございました。はい皆さんのねリスナーさんのおすすめのおにぎりの具は昆布でございました。 はい、こうやってね。毎日毎月毎月2回のラジオ、はい、楽しみにさせていただいております。皆さんはい、いどうぞよろしくお願いします。以上、ドリーのいいとこドリーのコーナーでした。 はいお送りしてきました坂上ドリーのレコメンドそろそろ終わりのお時間です次回は10月15日日曜日午前11時からです次回のお便りのテーマはおすすめの紅葉スポットを教えてですはい、はい、この後私頑張ってあのー、公式のウェブサイトの方に、えー、お便りフォーム載せますのでぜひ皆さんそちらの方からお送りいただけますようにお願いしますはい今日のエンディング曲ですけれども僕がレコーディングやミックスマッサリングをお手伝いしましたどんぐりの黄色のガーベラです はい、この番組のお相手は坂上智則とドリーでお送りいたしました。それでは、次回のレコメンドをお楽しみに。